はい、今日はですね、ゲームをしていると野球が下手になるっていう話をしようと思います。ですね、ゲームをしているとどういう姿勢になってきますか？丸まってきます。丸まってきますね。首が前になってスマホやったりとかですね、こうなったりしますよね。でこういうふうに丸まってくるとですね、何が起きるかというとですね、姿勢が悪くなります。わかりますよね。で姿勢が悪くなるとどういうことが起きるというとですね、僕は野球経験者じゃないんですけども、野球をボールを投げるときにしっかりと胸を張れないので肘が下がります。で肘が下がるとどういうことが起きますか？コントロールが悪くなったりですね。コントロールが悪くなったりとか、肘が下がる分だけ怪我が増えるわけですね。なので、今回、姿勢改善の簡単な、体操を紹介するんで、やっていきましょう。ただですね、基本的にはゲームは1日1時間以内にしておかないと、野球が下手になっちゃうよってことを覚えておいてください。では、体操の方を紹介します。はい、では実際に行っていきます。まずですね、椅子またはベッドの前に肩幅で四つん這いになりましょう。そしたら今度は椅子またはベッドに手を伸ばします。で肘は伸ばした方がいいと思います。で頭が下がらないように平行にしながらちょっと動いてみましょうか。そうですね、ここの胸椎、ここの背骨をですねしならせるように1分間行っていきます。大丈夫そうですか？はい、はい、でこの時注意点がですね、腰が丸まらないように、丸まらないようにちゃんと腰をちょっとこう反らしたような形の状態の方がしっかりと胸が張れると思いますんで、実際に1分間やってみます。スタート。そうです、そうですね。でもしお友達とかですね、親御さんいたら、この一番動いてないところをですね、軽くちょっと触ってあげるだけでもいいですし、伸ばしていきます。ちょっと上級者向けにはちょっと前後にちょっと動かします。こうですね、そうそうそう、そうです。ここがしなってくるとしっかりと胸を張ることができて、肘が下がらなくなってきます。それによってボールコントロールが良くなったりとか、怪我がしづらくなってくるんで非常に大切です。あと20秒。ちょっと辛いですね。普段ゲームやってる子は結構しんどいかもしれません。スマホもやりすぎ注意です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、 OK。 ちょっとこういう風な感じで伸びやすい感じであります。こういう風な形の運動を、やるようにしてもらって、もしゲーム1時間やっちゃった後は必ずこういう風な体操をしてもらったりとか、野球とか練習前にですね、しっかり動かすことによって、肘が下がらずに体全体を使ったフォームで投げることができるんで、ぜひ、プロ野球選手もやってますんで、ぜひやってみたらどうでしょうか。今日の体操は以上です。